はい、テイルズオブデスニー2続きからやっていきたいと思います。前回でね、ここへ行けるようになったので行きます。来たか、崇高な理念を理解できぬ哀れなる者たちよ。理解できないです、ごめんなさい。はいはい、勝手に哀れんでてよ。けどレンズは使わせないよ。素直にそこをどけ。邪魔だてするならば。キュッ、ディアナ様、本当によろしいのか。神の救いを拒絶する者たちと行動すること、とても聖女のすることとは思えません。私の求めていた英雄はカイルだった。だからたとえどんな結果になろうと彼と共に歩むわ。そう決めたの。ディアラ、あなたはエルレイン様とは違いすぎる。そんなことでは救いはもたらせはしない。ベラベラ喋るのは勝手だがな、そろそろどかねえと痛い目見るぜ。あくまで飛行竜を止めるつもりか。ならばお前たちの相手はこのグラシャラボラスで十分だ。消えたんだけど。そんなのありかよ。なんだい、腰が引けてるよ。痛い目見せるんじゃなかったのかい。無駄口はそこまでにしろ。来るぞ。え、強いのかな。でも1体だよ。あ、でかっ。8万マジで言ってる。8万か。はい、よいしょ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 。まあでも現状すげえ攻撃してくるかって言われたらやばいね。この状態が良くないんだ。カン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 言ってるもんね。カン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 。どうに危ないよ。やばいね。レモンあげようか。いって、よしよし。なんかちょっとでも邪魔をできればね、いいんだけど。よいしょよいしょ。カンカン言うてるからな。いやら大丈夫、自分で回復してね。つらい、カンカン言うのつらい。まあでも4万ですよ、もうちょっとで半分。当たってないし。いいな、当たってないし言いたくなるんだよな。やばいね、ロニーやばいね。自分でミックスでも使っときな。いってー、よろしくないね。ちょっとリアラ自分でオレンジ使っといて。はいはい。大丈夫そう。なんか後ろを狙ってくることもあるのね。なるほど、嫌な感じですね。行きます。どう呼ばん、ストライク連発嫌でしょ。あ、ごめん。あかんな、ちょっと待って。
あ、間違えた。間違えた。カイルに使わなきゃいけなかったのに。あと1枚。意外とでも減ってる減ってる。よしよし、いいぞいいぞ。いけんじゃない？うん、あの回復もしないよ、みんな。ちょっと待って、なんでみんな回復しないの？自分を投げ出しすぎだよ、みんな。いてぇ、いてぇよ。まずい、これはまずい。いや違うって、回復して、本当に死ぬって。無理だよ、追い詰められたら終わり、マジで。ちょっと待って、最悪ちょ超えれんかな。無理か。あ、いける。いや、いけない。どうしたらいいの？これ結構ピンチ？まずい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 。最悪な状況。最悪な状況だ。どうしたらいいんだ。これ無理じゃない？死んだ。ちょっと待ってよ、やだよ。え、なんで？終わった。いや、生きてる。まだ生きてるぞ。まだ可能性を捨てないで。いや、あいつバックしてるバックしてる。ありえるありえる、まだありえるまだありえる。まだいけるよ。恐れないで、恐れないでって。お前がなって感じだよね、本当に。そう、よし、やった。ひどいね、マイナス10って。まあ、勝てればいいんですよ、ね、なんだ。はあ、レンズの力を失って飛行竜が降下を始めたんだ。ああ、なるほどな。って冷静に言ってる場合かよ。とっととずらかるぞ。え、何？タイムリミット？壊れてしまったようです。どうしろと？は？ちょっと待って、壊れてしまったようです。さすがに逃げる。ごめん、あのね、場所が分かんないから戦ってらんない。ちょっと待って、何これ。動作していません。これってこれしてても移動す、動くのかな、時間。
何かあるわけじゃないんだよね、きっとね。うわぁ、ちょっと戦うわ。ちょっと待って、わかんない、わかんない。いろんなところで多分あれをやってみるのがいいんだと思うのよ。でもレンズなくなっちゃうから、何もなくない？これ？これさっきでも乗ったよ、大丈夫？あれ、なんかまたアイテムある？なんで？ゼック。そうだよね、一回だって拾ってるからね、ここのアイテムね。みんな素早く倒して。ムカつくわね、あいつ。これが勝利の神髄だぜ。よしよしよし、これかな。でもこの先端ってかさ、あれって別に何もなかったと思うんだけど、ここでいいのかな。何もなかった。はい、これかい。やっぱ意味あったんだ、それ。なるほどね。で、緊急用の避難路を探しましょう。はい、お、あった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 。おお、なるほどね。なんかいけそうな気がしてきたので戦いますね、ちゃんと。大丈夫。こいつでもね、こいつは強いんだよな、特にこの本がね。さっきカイル死んだからね。そうなんだよ。よいしょよいしょ。アイテムがある。ねえ、2回連続はなくない？そんなことあります？ムカつくったらないわね、まったく。味噌もらってもねみたいな。新しい技来た？バイタリティクローク。クロークだからあるわ。戦闘向きではありません。いらないんだけど。リアルいる？TP 回復がちょっと上がるぐらいか。ちょっとなら別にか。なんかさ、回復、まあ、いっか。あ、そうだ、新しい技を覚えたんだった。あんま使ってないなっていうのはガレンセンなんだけど、敵に対して、追尾するの？これ欲しい。やばい、使ってみよう。おお、分かんないけど強いんじゃない？よいしょ。ただあれだな、その消費が激しいな、割と。という時に使う技って感じ。
ラッシュティアラ。え？ハッピーヘルム。え、何それ。ティアラ、ティアラ。防御は上がるけど、どうなんでしょうね。なんか微妙くないですか。あ、これ、めっちゃ上がる。ちょっと待ってよ。ロニじゃない今の。あー、でも微妙か。ジョダスいる？はい、ハッピーヘルム。ジューダスがハッピーヘルムつけてんのいいな、なんか面白くない？ハッピージャムジャムって感じだよね。憎たらしいね、ほんとに。あれ、近くにないとダメなのかな、追尾。邪魔、使い道ないかも。わかる、甘いよね。ゲロ甘って感じ。うん。これ何？何もないんか。あ、これもしかしたらそこじゃない？あの、最後に行ったところに繋がってましたみたいな。そういう系のやつ？だっていいよね。よいしょ。近づいてやってみよう。意味なかった。近づいたのに。あ、やっぱそういうことだ。うん。あ、よかったよかった。さよなら。間一髪ってところだったな。でも結局レンズは取り返せなかったね。他に方法がなかったんだ。仕方あるまい。ん？俺たちも巻き込まれちまうぞ。何やってんだジューダス。逃げろ。あれ何なの？え、急に何？アイテムがある。ここはカイル？リアラ、大丈夫？リアラ、怪我はない？私は平気。それよりみんなは？どうやら生きてるらしいな。いや、今度ばかりは一瞬覚悟を決めたぜ。よく言うよ。殺したって死なないような顔してさ。ま、それだけ悪運が強いってことだね。助かったのはいいが、僕たちをどこへ連れてきたんだ、リアラ。わからないの、私にも。ただ、みんなを安全なところへって、そう念じただけだから。でも、あの空間の歪みはもしかして嫌な予感がするわ。早くここを出ましょう。そうだね。とにかく外へ出よう。あれはエルレインがやったと仮定していいよね。別に500少ないな。ゼロの桁が足りなくてよって。開けたところに出たけど、ここはどこなんだろう。どこだとしても薄暗い洞窟の中にいるよりはよっぽどマシだよ。気分までめいっちまうからね。ほら、どうしたんだいロニー。おい、ありゃなんだ。え、クロフト、なんで
であれがあるんだよ。18年前にスタンさんたちがぶっ壊したはずだろ。じゃあここは過去なの？そんなはずない。だって時間を飛んだりはしなかったもの。過去へも未来へも。だとするとここは現代ということか。そんなわけないだろうが。あれが浮いてるってことは。さっきの光を見ただろ。あれはレンズの光だ。ベルクラントのものじゃない。おそらくはあのドームに何らかのエネルギーを供給しているんだ。ダイクロクトは過去2度歴史に登場しているが、そのどちらでも地上のエネルギー供給などはしたことがないはずだ。エルレイン。え、まさかエルレインがあれを。おそらくはな。おい、どういうことだよ。説明しろ、ジューダス。間違いなくここは現代なんだ。ただしエルレインの手によって都合よく作り変えられたな。そんなことができる。だってエルレインは過去に飛べるんですもの。過去を変えれば未来も変わる。なるほど。世界を変えることだってできるわ。とにかくあそこへ行ってみよう。何かわかるかもしれない。なるほどね、そういうことか。てっきり過去に来たのかと思ってた。だその流れでなんかハロルドに会うみたいな感じなのかなと思ったけど、そういうわけではない。これなんか普通に出そうだな。敵もうないんやけどねホーリーボトルさん、ホーリーボトル売ってるお店ちょっと早く行きたいな。なんだここ。曲変わった。こういうの熱いよな、曲変わるの、ね。この敵大体何なの？虫ですか？炎症してるのやめて、ずっと。結構強いぞ、しかも。はい、まあ、上にいるから矢が当たりやすいですね、うん、いいねこの曲。いやでもちょっと敵が思ったよりも固めですね。どうしたの？泣き歩いてる最中に薬草を見かけた気がしてね。そうさらなんとかあれですよ。なんか、マジ？これか。なるほどね。どこここ。え？どうやって行くのあそこ。行けなくない？ちょっと待って。ん？このゲームこの微妙な段差も降りれないからさ。ん？なんか虫出てきた。あ、この虫見たことあるぞ。ねえ。なんかダイクロフトって良くないわね。なんかもう。でも現代なんだよね一応。何してるんだろう。ウッドローさんとか。よいしょ。これでまた一歩。大変だ。で？はい？これジューダス？いけたわ、降りれたわ普通に。
ショック。ジュダス文句言うところだって今。なんかイモムシみたいのいる。最低。虫は燃やせばいいだけだからね。ひどい。はいはいはい。話にならないね。話にならないね、虫なんて全く。ここ？ここな、どこ？蒼天都市、バンジェロ。知らないんだけど、どこ？バンジェロ。なんか全く知らない場所だね。ドームは町だったのか。まるででっかいレンズに町全体が覆われてるみたいだぜ。本当だ、すごいや。それにしてもこの気密性の高さはどうだ。外界から空気が入るのを完全に防ぐよう設計されている。どうしてそこまでする必要があるのさ。確かに外は荒れた世界だけど生きてけないってほどじゃないのに。何らかの理由で外界と遮断せざるを得ないといったところだな。え、頭どうした？ あんたら外から来たのかい？大丈夫か？レンズはどうしたんだ？あんたこそなんで頭にレンズなんか貼り付けてるんだ？なんでって、はあ、外気に触れたせいで頭がやられちまったのか。こりゃ大変だ。何言ってんだよ、俺たちは別に。どうやらそうらしい。何も思い出せないんだ。ジューダス、いいから黙ってよ。情報を手に入れやすい。すまないが教えてもらえないか。レンズのことやこの町のこと。うまいわね。ああ、わかった。困った時はお互い様だからな。ここは蒼天都市バンジェロって町さ。で、あんたたちがなくしちまったのは命のレンズって呼ばれてる。この命のレンズがあればこそ人は汚染された外気に触れても生きることができるんだ。慈悲深きエルレイン様はドームの中でしか生きられなかった我々に希望の光を与えてくださったんだ。何これ、怖くない？ああ、エルレイン様のことは覚えているんだね。よかった。何せエルレイン様は我らにこのドームと生きるための力を与えてくださる大事な方だからね。そんな、あんたたちとりあえずフォルトゥナ診断の方たちに話をしてみなよ。フォルトゥナ診断。ああ、フォルトゥナ診断ってのはエルレイン様を支える人たちの集まりのことさ。みんな優しい方ばかりだからきっと親身になって相談に乗ってくれるよ。わかった、ありがとう。確かにここは僕たちのいた世界だ。エルレインという名前がそれを証明している。にしたってこの変わりようはただごとじゃないよ。命のレンズとやらもドームもそうだが、まるでエルレインがこの世界を支配しているみたいじゃねえか。相当大掛かりな歴史改変が行われたらしいな。一体何が起こったんだ。どこら辺で何をいじったらこうなるのよって話よね。怖っ。配給所。くださるじゃない。うわ、怖っ。ショップだ。ショップだ、これ。もう買っとこうかな。パイングミが売ってる。たけえ。5個ぐらい買って、5個買ったらそんな行くの？たけえ。ライフの方が大事だからさ。あ、ホーリーボトル。あ、売ってる。ありがとう。まあ、こんだけにしとくわ。はい。にしても不気味な街ですね。はい。いらないとか言って。回復施設。まあ、ありがたいけどね。まあ、ありがたいですけど、セーブポイントはないんだね。
何？何この子？こんにちはも言えないのね。ああ、そうなの。まあまあ、ちょっと怖いわ、この街、ほんと。倒れてしまいそうだよ。嘘でしょ。うわ、なんかもう、ちょ、怖いわ。ここかな？ここは何？なんか便利なんだろうけど、うーんって感じ。俺の診断で何？はい。ああ、そっか。まあそうだよね。神の名前だもんね。バトルグレードについて話してる。あ、こういう人たちはここにもいるのね。ふーんじゃないなんか。ちょうどいいや。ここでちょっと休んでこう。俺はどうしても下せねえな。こんなに世界を変えちまうなんて本当にできることなのか？それに関して一つ気づいたことがある。ここのドームは建てられてから相当時間が経っている。最低でも100年単位だ。つまりこんな世界に変わったのは随分昔からってことね。おそらくかなり前の歴史をいじったからこそドームも古いし、これだけ様変わりしているのだろう。じゃあさ、どこら辺で歴史が変わったの？そこまでは僕にもわからない。それを調べるためにも別の町に行く必要がありそうだな。よし、それじゃあ別の町でもっと情報を集めよう。なるほどね。もうこの町には用はないわよっていうね。一度落ちた水が再び汲み上げられてぐるぐる。どういうこと？しかもさ、そんななんかさ、これ一生座で、これ大丈夫、ろ過されてます？ろ過されてなかったら汚い水ですよ、これ。で、ずっとぐるぐる来てるだけでしょ？新鮮ではないもんね。ま、水に新鮮という単語を使うかと言われたらちょっと使わないかもしれないけど、どうかと思うよね。なんかいる。誰あんた？レンズ5枚で生き方を知りたくない？聞きます。スペランサへ行くには南の砂漠を渡り、直後に右手にまっすぐ進む。浅瀬を渡り、砂漠を越えて山を右手に、ね、わかんない、その言い方されても。鳥は砂漠に行けってことね。地図で見たらどんな感じですか？ちょっと変に使っちゃった、ごめんなさい。もったいない。もうレンズないんだから。あんまり町にはレンズ人間、空にはダイクロフトな。やっぱこれって夢じゃねえのか？夢？ああ、現実世界の俺は今頃美女に囲まれてウハウハ気分で夢見心地なんじゃねえか？そうだ、そうに違いない。怖い。どうか私が試してやるよ。な、現実だろ。お前そういうのは普通関節技とかじゃなくてほっぺを優しくつねるとか。バカー、そこは。いやー、まあ仕方ないよね。じゃあ一旦今回この辺で終わりましょうか。で、次回ちょっと砂漠に向けて走り出すしかないよね。多分向こうの方なんじゃないかなって思うんですけど。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。